カリ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 チャンネル、さあ始まるよ。みしみにゃみにゃーんとしにーあんとにゃいのき。おはようございます、ゆにことまつみです。今日なんですけれども、牛タン食べ放題したいと思います。わー、一人で食べ放題するんですけれども、家のホットプレートが壊れてしまったので急遽友達の家に来ました。私の声にびっくりしている犬が鳴いています。ちなみにスーツ気づいてる方もいるかもしれないんですけども、YouTuber のヤッピーの家です。だからたまに横からヤッピーの手が出てくる可能性もゼロではありません。はい、というわけで食べていこうと思います。こちら塩の牛タンと味噌の牛タンです。最高じゃん。揚げオブ揚げチキン&アスカ、いただきます。で、これをもうホットプレートがついてるので焼いていくんですが、これってさ、油とか四角抜くでいいんかな。いけるか。テフロンチャンネルだからいけるらしいです。はい、いきます。おお、いい音じゃん。めちゃくちゃいい音じゃん。まず塩味、絶対に美味しいことが目に見えてわかる感じ。いっぱい焼こう。でも最近なんですけどね、大体そうなんですけど、焼肉っていいらしいよ、ダイエットって言われたから。めちゃくちゃ焼肉いっぱい食べてるけど、そんなに太んないから多分焼肉っていいんだけど、今期は特にないんですけど。え、いい感じじゃん。牛タンってさ、ほんまにめちゃくちゃテンション上がるよな。いつ食べても美味しい。美味しくない牛タンって世の中になんかあんまない気がする。私にお肉焼くとすごく真剣な顔眼差しになっちゃうからさ。一回あの顔して、うん、おお、はい、というわけで私の中で一番好きな顔がこれらしい。これが大好きなの。もうだからどんな撮影しててもこの顔してる時のエミリンが一番輝いて見える。変やで。でもやりやん、それ時たまなんか驚いた時とか。え、驚いた時これ受け狙いでというか、おもろいと思ってやってるけど、ほんまに驚いた時ああああとか言わへんやってるんだよ。言ってる。あとなんかちょっと焦った時とか、そのもん撮っちゃってバレた時とか、そういう顔するやん。いや、めちゃくちゃ無意識やわ。めっちゃ漏れてる。嬉しい。口説いてるやん、完全に私のこと。どういうつもり。藤森さん、絶対藤森さんやん。めちゃめちゃ藤森さんやんって口説かれてるやん。これはもう私の中での武勇伝やん。煙がもくもくパラダイス。牛タンいけない太陽。なあ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 言うて言いますけれども。あ、でも最近変わったことで、やっぱ家にディフューザーを3個くらい置き始めたってことぐらいかな。最初さ、ディフューザーを1個家に置いたら、ちょっと嫌になったけど、別にそんな家の匂い変わらんなと思って、2個置こうと思って、また別のディフューザーを置いて、でもなんかそんなになんか家の匂い変わらんなと思って、匂いが弱いなと思って、ディフューザー3個目置いたら、そんな匂い変わらんくて、そのまま1日過ごして、家帰ってきたらめちゃくちゃ臭かった。ディフューザーって置いた瞬間匂わへんねん。それ当たり前で。え、そうなの？いや、ほやん。初めてさ、ちゃんとディフューザー使ったから知らんけどさ、そんな置いた瞬間全然匂わへんかったから、だから3つ置いたらもう家の中ブブってなる。ほんまに伏せるときはウッてなるぐらい3つの匂いが混ざって地獄みたいになってて2個捨てた。めっちゃ合ってんやん。ほんまにディフューザーに謝りたいよ。ディフューザーにもディフューザーの会社にも謝ってほしい。牛タンこれめちゃくちゃ分厚いしめちゃくちゃ大きいので、ちょっと見てもらったら分かるんですけど、大きいのからカットしようと思うのでハサミを取っていきたいと思います。最近めっちゃ怖かったことある。持ち上げてくれたら大きい。 ありがとう。宅配便が来て、とりあえず下のトラックを開けて家まで宅配の人上がってくるやんか。で、なんかそろそろ上がってくるかなと思ったら全然上がってこへんくて、全然ピンポンならへんくて、さすがに遅すぎひんみたいな。玄関の近くまで行ってみて、覗き穴から覗いてみようと思って、覗き穴覗いた瞬間にドン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 ってして、なんかインターホン壊れてるみたいですねみたいな感じで、めっちゃ怖かった。あれほんまに怖かった。締め上げちゃった。締め上げて、宅配便のおじさんも申し訳なさい、すいませんみたいな、インターホンならなかったみたいですいませんって感じ言われたけど、タイミングが良すぎた。ほんまに仕込みかなと思ったもん。あんなタイミングでできるっていうことがあったぐらい。犬めちゃくちゃ走ってるやん。平和やな。でもこの間猫飼ってる人のうちに行って、猫ちゃんを見たら意外と猫ちゃんも可愛いってことが分かった。犬早わとか言ったけど、寝返りそうワンちゃん猫入ってぐらい可愛かった。犬が可愛いとか猫が可愛いっていうより、でもその子が可愛いから、多分私が最初に可愛いなって本当に心の底から思ったワンちゃんが、このヤピンチによるマツコっていう黒いフレーブルやったから、私のこの子やねんけど、この犬やったから、もうそれ以来犬が好きってめちゃくちゃ思ってるけど、もしかしたらめちゃくちゃ可愛い猫に会ったら犬派は猫派に寝返るのではとは思ってる。てか別に生き物全員可愛いしな、動物という人っていうのはすごいめちゃくちゃ思ってるよね。焼けました。私の知り合いの某めっちゃ有名な YouTuber はサムネ撮るのに短くても1時間かけるって言ってた。すごすぎ。食べます。いただきます。喜び入った。うまっ。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。で、今日はやっぱ牛タンやから、ネギ塩的なやつも作りました。これは作り方簡単。ネギを刻んで、ごま油入れて、鶏ガラスープ入れて、ブラックペッパー入れて、ニンニクと、ちょっとレモン入れたりできるから、おすすめだよ！あたかも自分のレシピみたいに言ってるけど、人から教えてもらいました。なんか美味しい牛タンを食べようと思ったら、日本やったら一番イメージあるのはさ、仙台で食べなとか思うかもしれんけど、コロナの影響のご時世、なかなか旅行も行きづらい中で、お家で牛タン食べれるって、すごい幸せなことやなーって。多いよね。次ネギ塩で食べます。いただきます。うん、ネギ塩と牛タンの相性がすごいし、
犬が駆け回ってる。めちゃくちゃ楽しそう。感謝したい、牛に。牛ってさ、スペック高すぎん？鶏、豚、牛とあってさ、牛が一番高価な食べ物やんか。で、そのお肉としての価値も高いし、牛タンという素晴らしいものをアルバラに提供してくれるし、それだけでもすごいのに、あの人たちミルクもさ、出すやんか。で、ミルクも美味しいやんか。ビジュアル的にもさ、ちょっと可愛いやん、白と黒で。牧場といえば、イメージキャラクターとかにも使いやすいやん。キャラクターにもしやすいし、人間に媚びすぎ。スペック高い。最近めちゃくちゃありがたいことに、ちょっと痩せたって言われるんですよ。あげ方法はなんか別に大したことしてないねんけど、まず私今までずっと甘い飲み物ばっかり飲んでたから、ベースを水に変えましたっていうのと、よく噛んで食べるようにしたっていうのと、冬とか1日1回も飲み物飲まずに終わる日とかあるのよ。ってレベルで水分取らへん人やったから、良くないっていろんな人に言われて、水分取るのめっちゃ心がけるようにしたら、水分って結局水やから水でお腹いっぱいになってことが分かった。1日水を2リットル飲みましょうとか言ったら、私夏でも500ミリリットルで結構限界っていうぐらい、ほんまに水飲まないのよ。第2弾やってます。夏の思い出なんかありますか？某芸能事務所のオーディションを受けたのが8月やったから、めっちゃそのイメージが強い。青春やった。合宿審査とかもあるようになっちゃったから、夏に旅行みたいなことしてるけど、これは旅行じゃなくてオーディションで私が審査されててみたいな、独特な空間を味わったのが20歳の時やったから、めちゃくちゃその夏の思い出のイメージが近いのと、私その夏のイベント自体がそんなに好きじゃないんですよ。海も焼けるし暑いし嫌やし、スイカ割りとかもなんか普通にスイカ切って食べた方が美味しくないと思ってしまうし。あるわ。クリスマスは兵庫住んでたからルミナリエ一緒に行って、大学生やったからなんかでもお互いさみたいな、結局さいらんものもらってもさ反応困るの嫌よなとか言って、じゃあさみたいな、クリスマスルミナリア行ってそのまま三宮行って、お互いに好きなもの買い合おう、1万円以内なっていう、めちゃくちゃなんかピュアな恋愛してた。ありえや、めちゃくちゃ可愛いよな。そのピアスはもう私にはもう何もない。時計買ってもらって私は、あ、腕太すぎて入らんかったん、うん、入った。その日帰ったらそんなことは何も知らへんお父さんが、何その時計めちゃくちゃチャッチーやん言われて、すごいショック受けて、でなんとなく察してるお母さんが、そんなんいいなやって、結構お父さんに怒ってた。死ぬ。私もうな、ほんまに今な恋が分からへん。何を基準で、あこれって恋かもって気づくの人って。俺はその気づき方をしたことはないけど、俺はいつもは四六時中その人のことで頭がいっぱいになって、うん、ずっと考えてたら恋。じゃあ恋してない。ほんまに自信を持って7年間恋してない。大学生の時とかの彼氏に対してもそれはないかも。だからさ、気づき方が結構わからへん。でも少女漫画の主人公とかってさ、何このドキドキする気持ち、もしかして恋か恋みたいななるやんか。そんな人周りにおらんやろ。みんなだから言わへんだけでなってんのかな。ならへんわ、アホみたいなこと言わへんの。出会った時に恋愛対象かそうじゃないかがもう決まってるからみたいな言う人が多いやん。たまんたそっち型やんか。私それじゃないねん。ほんまに恋愛対象ってほんまに思ってなかったけど、あれみたいな、ありかもみたいな、なる続きとか全然思う。ピュア、26歳でピュアってもう千年記念物やから。嬉しい。それやったらピュアらしくさ、なんか可愛らしくできたらいいけどさ、変に冷めてるからさ、なんか一応なんかようわからんよな。ほんまに冷めてる部分冷めてるのよ。何で思った？いやもうだって日々の生活と共にしてる人やから。俺は遊ぶってことしてないよ。俺らなんかちょっと時間潰すためというかさ、もうちょっと暇やから、お互いもう空気のような存在やから、花さんの時も全然普通にあるやん。だからこそあなたってすっごいなんかめんどくさいなって、嫁やったら嫌やなって感じ。旦那でも嫌やな。え、じゃあ嫌や。ちょっと海外しくすることを、海外しくって何、作ってあげたりとか、もうちょっと働くというか嫁みたいな行動。何もしやん。何もしやん。え、だからあのホタルの光の雨宮と一緒なのよ。だからその可愛さを理解してくれる藤木直人みたいな人が出てこないと結構厳しいと思う。藤木直人募集中です。お、ほんまそう。はい、というわけで今食べてる牛タンなんですけれども、これは実はお家で牛タンっていうやつです。めちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。めっちゃ厚切り、真空パックで入ってるから長持ちする、もともと味がついてるから味付けもしなくてよくて焼くだけでいい、などなど、何かこのなんかいいことしかないし、ほんまに美味しい。ずっと食べてくれるし、噛んでたい、暇な時があればこれ噛んでたいなと思う感じの美味しさです。マスクは概要欄にあれ貼ってるんでチェックしてください。これらは逆に進出おすすめの、バイバイ。チャンネル登録よろしくね。ちなみに今から味噌味も食べます。